皆さんこんにちは、真鍋美桜です。第2弾ということで、ランナーさんのための栄養学を公認スポーツ栄養士のプラス N 代表の小島先生にお話を伺っていきたいと思います。ぜひ皆さんご覧ください。本日も小島先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は周りにいるランナーさんからもよく栄養学についていろいろと聞かれることも多いですし、どのタイミングで何を取ったらいいかとか、例えば朝走る方もいれば夜走る方もいれば、まあ今ね夏場なのでなかなか日中走る方は少ないんですけど、なんかその方によってやっぱりタイミングって違っていて、その中で栄養について取った方がいいよっていう部分をちょっと先生にいろいろとお伺いしたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、ぜひよろしくお願いします。朝走るとき夜走るときによって食事のタイミングとかって違いはありますか？まずは両方に言えることなんですけれども、空腹状態で走らないでほしいということなんですね。お腹が空いた状態というのは、まあ、カロリーが足りなくなっている状態と言い換えることができますので、お腹が空いている状態で体をたくさん動かしてしまうとエネルギーが不足してしまっているので、うん、体の中の備蓄を取り崩して運動するエネルギーを生み出すことになります。その時に私 もたくさんあるのでどんどん持ってってほしいんですけど、体脂肪が燃えるのではなくて筋肉を壊して筋肉からエネルギーに変えて走っていくことになりますので、筋肉を鍛えているための運動が実は筋肉を壊してエネルギーを生み出してしまっているということになりますので、できればぜひ空腹状態ではなく何かお召し上がりいただいてから走るということをお勧めします。この夏の時期であると朝5時とか6時ぐらいに走ってる方も多分いらっしゃると思います。早いですね。はい、声流れちゃいましたけど早いですね。そういう方々だとどういう取り方をしたらいいですか？はい、今お伺いしている質問は中学生高校生の朝練問題も兼ねていて、はい、朝練も早いんですね。朝走る時も合わせて考えると、朝5時半にしっかり朝ごはんが食べてから運動できるのがおすすめはします。一番おすすめなんですが、難しい方っていうのがほとんどの方だと思います。でその場合は朝ごはんを2回に分けて取っていただくようなイメージで、朝走る前にはオレンジジュースとか糖質中心のものをぜひ使っていただきたいんですけれども、ご説明したようにガソリンになるのが炭水化物と脂質なんです。今真鍋さんがお座りいただいて私の話を聞いている時っていうのはほぼ7割ぐらいが体脂肪が燃えている状態なんですけれども、はい、今から走ってくださいっていう風になった時には、有酸素的な運動ですと糖質5割油5割になります。でまた瞬間的な筋トレとかを行うフンっていうような運動というのは糖質9割脂肪1割で燃えてくるのがエネルギー代謝になるんですね。その場合運動する前に必要なのはガソリンを入れてほしいので、糖質中心のものをぜひ練習前には取っていただきたい。なのでおすすめとしてはバナナ1本でも結構です。あとエネルギーゼリーのような冷たいものが今夏場だと美味しいかなと思いますし、それからオレンジジュースのようなものでもいいですし、スポーツドリンクでも代用していただくことができると思います。なのでそういったあとおにぎりとか固形物を食べてはいけないというわけではないので、おにぎりとかそういったものを簡単にお召し上がりいただけるのであれば、そういったものもおすすめします。必ず何かしらお召し上がりいただいてから30分後ぐらいお腹を少し落ち着かせて、そこから走っていただいたり運動していただくことをお勧めします。でただおにぎり1個やオレンジジュース1個では1日3000キロカロリーの中の朝ごはんとしてはやはりちょっと物足りないものがあると思いますので、練習後というのはやはりリカバリーの意味も含めて筋肉がトレーニングで傷つけている状態になりますので、糖質とタンパク質の両方がしっかり入ったもので筋肉をしっかり作っていくことの役割がありますので、ぜひその2回に分けていただいて食べていただくことをお勧めします。1回で済ませるっていうよりかは2回こう分けて取ってあげるということですね。それがじゃあ例えば外の場合だと、それがコンビニになった時にそのまたバランスよく2回目の時にお食事を取るっていう
取り方でいいってことですよね。はい、おっしゃる通りですね、うん、コンビニすごい便利なので、うんうん、ぜひ嫌がらずに目的を持って入っていただくと、うん、とっても素晴らしいランナーのためのエネルギー補給源、補給場所になると思いますので、うんうん、ぜひ上手に活用していただきたいなと思います。多分朝の時間ってすごく皆さん限られていて、その中で多分練習時間を確保してすぐに出ないといけない方も多分いらっしゃると思うので、そういう時にちょっともうコンビニでバランスよく取ってで会社に行くっていうのも全然 OK ってことですよね。はい、アメリカとかちょっと流行りなところだと朝スムージーを実際に作られている方もいらっしゃいますし、なので固形物に限らなくても栄養バランスが整っていれば大丈夫なので、朝スムージーを作ってお飲みになっている社会人のアスリートの方もいらっしゃいます。お忙しいのでやはり、はい、あとはやはりそういった補給場所に寄れない、寄る時間すらないという方もいらっしゃるので、そういう場合には固形物の栄養補助食品っていうんですかね、常温保存ができるものなので、そういったものを朝ごはんの代わりに食べていただいている方もいらっしゃいます、はい、取らないっていうよりかは取ってあげるっていうことがやっぱり、はい、はい、おっしゃる通りですね。例えば今は朝のお話を伺ったんですけど、だいたい18時から19時ぐらいの間で走り出す方っていうのが割合多いのかなっていう私の中ではあるんですけど、そういう方って例えばお昼に多分12時頃にランチを取って、そこから結構時間空くじゃないですか。やっぱ6時間以上空いてしまうので、走ってもいいものなのか、で終わった後にどれぐらいの食事を取ったらいいかっていうのも多分皆さんいろいろと試行錯誤しながらだと思うんですけど、悩まれてる方多いんじゃないかなと思っていて、夜遅い食事っていうのはもう皆さん現代人というか皆さんお忙しいのでとても質問も多いところなんですけれども、うんうん、今真鍋さんがおっしゃっていただいたようにお昼から次の何か走るまでだから6時ってなってしまうと6時間やはり空いてしまうので、まあ、そうするとほぼお昼に食べたものは全て使い終わってしまっているような状態になってしまうんですね、うん、なので、走る時にはぜひ朝練前と同じようにお夕飯を今度2回に分けていただくようなイメージで、うん、走る前に何か食べてから走って、走った後はできる限り軽めで済ませていただくということはポイントになります。朝ごはんの時には練習後を少しボリューム多くしていきましたけれども、うんうん、夜というのは夜遅い時間帯のお食事がやはり内臓脂肪蓄積につながっていってしまうということがありますので、できれば9時ぐらいまで21時ぐらいまでにはお食事が済んでいる状態が理想です、うん、なので21時を超えてしまう場合にはやはりもっともっと軽くしていく方がおすすめなんですね、うん、練習前をちょっと重ために食べていただいて少しお腹を休めてから練習して、うん、最後の練習後の、まあ、10時とか11時とかにもしお召し上がりになる場合にはお野菜だけとかおかずだけ少し食べてから寝るとかっていうように、うん、夜遅い食事を軽くしていただくことをおすすめします。はい、食べないで寝ると多分お腹空いてしまって起きてしまうかもしれないので、はい、2回目の食事の時に軽めにするってなった時に、はい、ご飯半分にしてサラダなり、はい、タンパク質なりっていうちょっとずつだっていうバランスでも大丈夫ってことですか？大丈夫です。量さえ減らしてカロリーをちょっと抑えてあげれば、ね、はいはい、なるほど、おっしゃる通りです。本日高津吉は間食とかおやつって言わずに通常のお食事を補うものという字を書いて補食と読むんですけれども、うん、甘いもので食べなきゃいけないわけでもないんですね。お仕事の場所で飲食が可能であれば4時とか3時とかにちょっと重ためのものを食べていただいて、うん、それから6時から走り出すでも結構ですし、お仕事が終わって準備をする間におうどんとか少しちょっと重ためなものをお召し上がりいただいてから走って、それから最後寝る前に何かしら軽く軽食を食べて寝ていただくということをお勧めします、うん、取り方ってやっぱり悩むところでもあるので、はい、このあたりは2つに分けてしっかりとその中でもバランスよく取るということが重要っていうのが分かります、はいはい、イメージとして全部揃ったお食事っていうんですか、うん、ご飯があってお味噌汁があってメインのものがあってっていうものを1回で揃えなければいけないっていう、なんかこう固定観念があると思うんですけども、バラバラで大丈夫です。それってあれですね、体重の1日2日で気持ちがアップダウンするよりかは、もう長期で考えた時に
そこでちゃんと整っておけば大丈夫だよっていうのと一緒ですね。おっしゃる通りですね。はい、一日一日をきれいに整えようとすると苦しくなってしまうと思うんですね。皆さんお忙しいので、できれば3日間ぐらいで整えていただくことをお勧めします。やはり毎日走る時間がね、取れる時と取れない時とあると思いますので、走る時はしっかり食べる、けれどもその前後で体重を見ながら食べる量を調整していくということの方をお勧めします、やっぱりバランスよく取ることが大事なんだけれども、そのタイミングっていうのが皆さんそれぞれ違う中で、生活スタイルに合わせて取ってあげるっていうことが大事ってことですね。はい、やはり理想はあくまでも理想であって、必ず1日3回のお食事がしっかりと整えていれれば一番ベストだと思いますし前回の動画でも外食の話があったんですけれども、自炊を毎食3食すべてやれるのが確かに理想ではあるんですが、なかなかそれが理想通りにいかないというのが日々の生活だなかなと思います。なのでぜひご自身の生活リズムに合った方法をご自身で見つけていただくというのが一番おすすめするところですね。はい、なんかこうストレスなくやれる気がするので、そっちの方がいいかなと思うので、ぜひそのあたりは皆さんも参考にしてもらえたらなと思います。今日も本当にありがとうございます。はい、ありがとうございました皆さんそれぞれ生活のシチュエーションも違うと思いますが、その中でどういうタイミングで取ってあげたらいいかっていうお話を小島先生にいろいろとお話を伺いました。やっぱりバランスよく取るためにも必要なのは分けて食べてあげる、取ってあげるっていうこともすごく大事なんだなっていうのも勉強になりました。本当にありがとうございます。ありがとうございました次回は水分補給と、あと暑さ対策について先生にいろいろとお話を伺っていきたいなと思います。暑さ対策っていうと今だけっていう部分ではあると思うんです。夏場特に気をつけるべきだと思うんですけど、水分補給に関しては今だけではなく年中気をつけないといけないよっていうことなので、ちょっとそのあたりも深くお話を伺っていきたいなと思うので、ぜひ皆さんまた次回3回目も見ていただけたらなと思います。ぜひご覧ください。